はい、こんにちは、ピカですかね。この業界標準シミュレーター R ファクター2で、ね、この車、新登場しましたね。M2 クラブスポーツかな？これをね、走らせていきたいと思います。ちょっとまずマニュアルで。あ、ピットレーンリミッターが、ここまでか。ここで解除して、こんな感じ？おお、いいじゃん。場所は香港ですね。香港のフォーミュラー E のコースですね。金融街の方にあるのかな。海越えた向こう側がペニンシュラのある方だね。あー、まだ滑る。タイヤがね、温まってない。いや、面白いなこれ。本当に FR のお手本のような車だね。 FR のお手本のような車にスリックを履かせた感じだね。この感じはスリックの感じ。わー、ちょっと滑る滑る、滑る滑る、ダメダメ。めちゃくちゃ滑るな。まずはね、ちょっとプラクティスで、今日はね、これでワンメイクレース戦っていきたいと思います。いや、なんかマニュアルの方が楽しいな。マニュアル楽しい。みたいなね、本当に細かいコースだよ。だいぶタイヤが温まってきた。うおー、すげえ流れる。まだリアがちょっとね、右のタイヤまだ温まってないな。右回りのコースだからどうしても温まらないよね。ここをドリフトでゼロカウンターでまだ無理だ。スリックタイヤだね。よし、そんな感じで今日はね、これでレースやっていきたいと思います。じゃあ予選からやっていきたいと思います。予選やっていきます。はい、3周ですね。3周でベストラップかな。そういう予選ですね。まだ赤じゃん。タイヤをどうやって温めるかが問題だな。青になった。ピットレーンリミッターを振って、まあ、あんまりちょっと意識せずに、タイヤを温めるのを意識せずに普通にやっていくか。全然回んねえな最初。タイヤが温まんないと。マニュアルでやってていいのかどうかが若干疑問だけど。2か、ここ3でもいいのか。慎重にね、アクセルを入れて。あー、右の前が温まらない。特に右の前だよな。左もほんとちょっと温まってないな。あ、だいぶいいな、左は来たな。
シフトミスった。こっから行くぜ。ブレーキング早かったか。内側の縁石に乗った感じがいいよね。ブルブルブルってなるのは。 100m からかな。うわー、ちょっとリアがもうちょっと本当にそーっとラインミスった。 2だな、もう2だな。こんな感じか。3人入れてフロント荷重。あー、ちょっとぶつけた。ちょっとここ弱アンダーで立ち上がっていきたいね。え、一周なの？ロッビルディングフィニッシュ。ピカーさん1位だ。 13.2 だね。はい、じゃあちょっと AI をもうちょっと強くするか。 AI92、94 でいくか。はい、じゃあね、決勝行ってみたいと思います。決勝行くぞ。結局何位になったの俺。3位になっちゃったね。え、3位になっちゃった。大丈夫か。はい、じゃあ3位からね、5周で争います。レースやっていきたいと思います。さあやっていくぜ。マニュアルでいくぜ。え、ちょっと待って。エンジンかかってなかった。おお、ぶつけてきた。おお、おい、お前あぐれ。どういうこと、どういうこと。いや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 、どういうこと、どういう、おい、お前らマジで、やめろよ、お前、ふざけんなよ、ほんとに。なんだこれ。どうなったの、ちょっと見せて。俺がぶつけた方がいけないような気がしてきた。はい、じゃあやっていくぞ。5周か。遠くまで行って、おい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 、俺が奥まで行ったのにお前どういう運転してんだよ。よっしゃ、1台抜いた。低速トルクがあるから早めのシフトの方がいいんじゃないかという説があるが、あー、ぶつけちゃう。ちょっとアンダーでだ。あー、ちょっと待った、右のタイヤ全然当たってない。温まってんだけど右が回ってこない。ちょっと意識してフロント荷重かけると今度はね、オーバーが出る。いけ。いや、絶対抜かす。はい、温まった。
範囲が早いな。右のタイヤが、右の前が、このコーナーが本当にアンダーだな。だいぶ回ってきた。こっからが、あーそこにぶつけちゃうのか。100から、あー無理だ。いけるか。1使う、1を使う。おお外から行く。マジか、お前マジか。いやーちょっと待て。いやー結構ワイドラインで立てあったな。あーごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと待った、今のは俺が悪い。看板見えなかった。しょうがない。ちょっとアクセルがラフになりすぎてる。あ、だいぶタイヤが温まった。右側が失礼。あー追いついちゃう。ちょっとな、こっちの方がエンジン遅いのかそんなことはないか。いやー抜きどころが難しいね。ダメだ。いやーゴール。いやー最後ちょっとな。いやー面白いね。いやいいコースだと思うよ。
あ、サイドブレーキ入ってないんだ。楽しいこの車。いやー、やっとタイヤが温まったって感じだな。ほら、最初からこのぐらいのままパフォーマンス出ればもっと楽しいのに。もうチェッカー出てるからね。ピットだね。おい、ちょっと待って。俺もうピットに入れさせてくれ。あはは、ちょっと待って。いやいや、ピット入れさせてよ。よいしょ。はい、やってきましたよね。いかがだったでしょうかね。これ面白いわ、マジで。演奏した超リアルだもん。やばいね、これ。アルファクター2の新しい車ですね。 M2 のクラブスポーツ、すごい楽しい車に なってるわ。アルファクターね、すごい安くてね、ハンコ持ってる人だったらね、すぐにねパッと試せると思うので、ぜひねやってみてください。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。